こんばんは。愛媛スマート TV のお時間です。本日は8月1日月曜日の放送になります。はい、皆さん今日もありがとうございます。お願いします。8月になりました。いよいよ8月、はいはい、いやあっという間の7月終わって、うん、そうですね、8月ようやくなんか暑い暑い、あ、まあでもなんか変な天気ですね。確かにね、なんかちょいちょい雨降りますよね。うん、ちょいちょい雨降ったり晴れたり、うんうん、天気雨的なのがすごく多いですよね。ですよね、はいはい、台風の影響かなと思っとったんですけど、今もいるんはいるんですか。いや、あ、なんか中国の方になんか向かってるなっていうのはちょっと前に見ましたけどね。2つおりますよね。あ、2ついるんですか、はい、あの沖縄挟まれてます。今もう通り過ぎたかもしれないですけど、沖縄大変、ちょっと知らない、雨で大変。ああ、そうですか。って書いてました。はい、はい、ね、沖縄はいろいろ大変ですよね。まあ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 ね、あ、違う意味でコロナ旋風もそうだし、はいはいはい、なんかドクターたちがなんか切れ始めてるっていう記事も今日ヤフー出てましたけどね。あ、そうなんですか。いい加減にしろって、うん、来るなって。お前ら遊んでばっかりで俺らばっかり頑張ってる。そう言いたい気持ちは分かりますよね、まあね、うん、確かにね、まあ、もういよいよね。だって沖縄なんて遊びに行くとこじゃないですか、うん、そう基本的に。そもそもね、そもそもそういう戦略だし、うん、そうだね、しょうもないですよね、一定はね。ねえ、はい、困ったもんです。まあ、週明けですけど、はい、週末は、あ、僕はですね、はい、大体月末にちょっと報告してるんですけど、あのダイエット企画をやってまして、うん、はい、どうも、はい、全然ダイエットもうめっちゃ炭水化物です。あ、はいはい、はい、これね、あの今日の写真なんですけど、はい、あの今日からあの丸亀製麺のメニューが変わりました、はい、はい、8月からかな、はいはいはい、あのこれは、おろし、なんだ、豚しゃぶみたいな、はい、そういうやつでしたね。あの黄色く見えてるのは何ですか。黄色はあれは僕が勝手にかけた天かすかな。勝手にかけた天かす。天かすとかネギとかは僕がオリジナルでかけてますけど、基本的にはその、はい、さっぱり系でね。あ、さっぱりなんですけどね、これね、マヨネーズ持ってるんですよ、豚しゃぶの上に。あ、でもね、これがまたね、絶妙にうまいんです。ちょっと敵ですよね、ダイエットには。そう、はい、マヨネーズはちょっとね、何でもうまくするっていうかね、反則やろっていう、うん、いや、まあでもうまかったのはうまかったと。ですけどね、よかった。だからまあダイエットの話戻ると、昼を基本やめてます、昼飯を。おで、まあ、これはもう晩ですけどね、朝と晩、うん、そうですね、朝もダイエット系の食事をですね、高タンパク系と野菜を食べて、はい、で、まあ、昼はほぼほぼなしにして、で夜はまあ比較的自由に食べると、まあ、ある程度は夜も考えてはいますけど、夜でも早いですよね、食べるの。そうそうそう、お寿司さんの場合は、ね、まあ、早いんですよ、うんうん、だからどうしてもダメな時は夜食というか、ちょっとね、なんかつまむことはたまにありますけどね、うん、うん、まあ、結局続かないと結局ゼロじゃないですか、うんうん、ちょっと甘めでも続けるってことが、まあ、そうですね、大事かなと。そうですね、そうですね、はい、まあ、かれこれ2ヶ月かな、ちょうど2ヶ月なんですけど、7月はもうほとんど維持に近いんですけど、一応7キロぐらいは減ってる。うえー、すごい、まあ、前の放送を見ていただいて、すごい、はい、T シャツもね、僕基本的に XL だったんですけど、今 L なんで、お、うん、ワンサイズダウンすごいできてるというかね、まあ、まだまだ道半ばですけど、はい、素晴らしい、まあ、あのやろうと思ってる方これを見て一緒に頑張りましょう。僕も16時間ダイエット、あ、流行りのやつですね。ヨコちゃんと一緒にやってるんですけど、一緒に減らないです。あ、減らない。ヨコちゃん減ってる。なんかお酒とか入れてるんですか。まあちょっとこうでも前みたいにじゃないです。ちょっと減ってます。だから減ってる、はい、あ、まあいいことです。先にご飯食べるんで、うん、そしたらあんまりそこまで伸びたくならないですよ。でも夜遅いでしょ、大谷さん。こうやって夜こうやって撮ったりして、うん、まあ、家に上がっても、うん、まあ、12時近かったり、うんうん、まあ言ってもでも7時とかですよ、食べる、うん、だから
寝る前すくでしょ、うん、7時8時に食べたらそう、そうでもない、あ、まあ、ちょっとはあれかもしれないですけど、そんなにあれ、なんか食べてるな、何か食べなきゃいけない、いや、そんなことないです7時8時に食べればそんなに薄かないです。あ、そうですか、はいはい、1時ぐらいに寝ればですね、うん、はい、はい、ということでまたあの1ヶ月後に報告します。はい、はい、僕も報告します。はい、お願いします。はい、で大谷さんはなんか忙しそうでしたけども、僕はめちゃめちゃ忙しかったですね、はい、ちょっとあ僕これいいんじゃないかなと思ってピックアップした写真がね あるんですけど、これ週末ですか、うん、これは金曜日、金曜日ぐらい、うん、金曜日ですね、うん、これを本番で報告を聞きたいっていうね、はい、どんなことがあったか、はい、あのですね、はい、勉強会でしょ、近所の、はい、近所の近所、違うか、表現を間違ってる町の、はい、あの僕らの周りの お姉さま中心に、うん、なんか表現がいじいじスッと入ってこないなんかお姉さま方を中心に、はい、あの、ね、ちょっと SNS について、うん、女性経営者みたいな、経営者に限らないですけどね、はい、まあ、経営者はまあいますけど、まあ、ビジネスウーマンですね、はい、はい、そうですね、はい、が、あ、その SNS をちょっと勉強したいっていうことで、うん、SNS を教えてほしいっていうご要望が数ヶ月前にあったんですね、うんうん、で、じゃあやりますかってことで、はい、まあ、今回で何回目ぐらい ?4 回目ぐらい ?3 回目ぐらい、あ、そんなに4回目ぐらいかな、はい、インスタとか、うん、まあ、SNS 全般の話をして一番最初は、うん、であとは、インスタの話をしたりとかしながら、はい、今はインスタに投稿するためにこう、うん、サムネイルとかをデザインするキャンバーの使い方っていうのをやったりとかしながら、うん、はい、あの、講座をちょっとこのクエストを使って開いてる、基本的に大谷さんがこうプレゼンする、あ、ね、基本涼子ちゃんの方に今主にインスタとかキャンバーは涼子ちゃんの方が分かってるんで、うん、はい、詳しいんで涼子ちゃんの方にやってもらってますね、はい、その講演をみんなが聞くと、そうそうです、まあ、あとどっちかというとワークの方が長いですね、あ、ざっと説明して、ね、で自分たちで携帯とかパソコン使って、うん、作ってもらうっていう講座をやってます、うんうん、今もうインスタですよね、やっぱね、うん、まあ客層的にちょっと TikTok はねちょっと若いので、まあ、中年層以上はやっぱインスタかなっていう時代じゃないですか、うん、まあ、うん、そう、みんなインスタが多分使いやすいんでしょうね、うん、うん、インスタを使ってる人はやっぱり多いので、うん、はい、よく言うのはインスタはその感性なんですよね、でツイッターはちょっとロジカルなんです、ロジック、はいはい、はいはい、まあ、そういう、まあ、特徴を生かしてですね、うんうん、使うといいのかなと思いますけどね、うんうん、感性ないな、感性はい、っていうのをやったりとか、これもちょっと拾ってきたんですけど、はい、ありがとうございます、どうでしょう、ちょっと字が小さめなんですけど、はい、まあ、でも多分このポスターは至る所に貼られてたと思うので、はい、え、何位を中心に、何位というより、あ、そう、ポスターはですね、ポスターはあの何位とか宇和島中心ですね、はい、はい、まあ、うちにも貼ってますけど、あ、そうだった、はいでこれはキーパーソン21っていう、うん、団体が NPO 団体があるんですけど、うん、そこが全国的にやってるその子どもたちのワクワクを、うん、大人と一緒に語り合うというか、うん、そういう場をそのキーパーソン21というところが作ってくれる、うん、あの取り組みなんですけど、今回青年会議所あの、はい、JC が、あ、そこのキーパーソン21とコラボで、うん、まあ、宇和島市も協賛ですけど、あ、共済か、あ、共済、じゃあ大仕掛けですね、大仕掛けですね、子ども50人、うん、で大人20人、うん、でスタッフ合わせたら多分30人ぐらい、うん、で、今回は、大谷さんもメンバーなんですか、僕はそうですね、大人とのサポーターとして参加してきました、はい、うんうん、どんなことをやるんですか、まあ、あなたの心の中に眠っているワクワクエンジン、
はい、ワクワクなんか分かるような分からんような結局人のパフォーマンスやる気スイッチみたいなそれの言い方を変えたっていうようなもんなんですけど、はい、人のパフォーマンスって何で、うん、ベストなパフォーマンスが出てくるかっていうと一定の緊張感とかは確かにいるんですけど、はい、ワクワクしてるかどうか、うん、その物事に対して、はい、なので、ワクワク自体が、うん、そのエンジンとなって、うん、その何かやりたいことに対してこう、はい、突き進めるというか、うんうん、それをとにかく突き詰める団体というか、うん、それを、ファシリテーションしてくれる団体なんですね、はい、うん、で20人の大人も、うん、1日目はその子どもたちに会う前の、はい、講習、うん、1日講習、自分たちのワクワクは何なんだみたいなのを見つけて、うん、翌日は子どもたちのワクワクを引き出していくっていう作業をやる、うん、はい、でその後一応子どもたちが出てきたやりたいを、うん、実現するためにここから11月にかけて、うん、その大人サポーターがそれぞれの子どもをサポートしていくっていう、うん、その夢をこうクロージングしていくわけですね、大人の力で。そうです最後に発表したことが、まあ、電車が大好きで、はい、まず一番最初に出たのが、うん、その子が大好きだった電車が廃車になったらしいんですよ、はい、のでその電車に会いたいからタイムスリップを作りたい、タイムスリップしたい、うん、タイムマシンが作りたいっていう話が出たんですけど、うん、でもその子も中学生なんですけど、うん、これは、非現実的分かってる目標ですっていう話を始めて、で大人たち大丈夫ですか？でも最初はそれで行こうよって言ってたんですけど、でもその子が、うん、大丈夫です、現実的目標がありますって言ってもう一個の現実的目標を出してきたんですよ。それが全国の JR の路線を黒字化する、うんうん、っていう、まあ、最初のやつよりは現実的ですねっていう目標を掲げてきたんですけど、うんうん、まあ、それをサポートこれからしていくっていう、うん、まあ、まずはヨドス線からやろうぜっていうまあいいんじゃないですか、まあ、身近なところでヨド線からやろうぜ、うん、それをまずやることで見えるものは絶対あると。そうですね、うん、まずチャレンジ、そうそうそう、何事もチャレンジしてみることで、はい、なんかイベントが1個作れて、うん、集客がちょっとでもできたらいいなって、うん、でそういうのをこうコラボで、うん、JR 西日本とできたらいいなって。まあ、そういうのを利用しないとね、これ大仕掛けだから。そうなんですよ、ね、で子供が巻き込みやすいじゃん。子供がやりたいっていうことだから、うん、僕ら大人がいくらやりたいって言ってもなかなか振り向いてもくれないと思いますけど、ね、子供がやりたいってことなんで、うん、それは随分と向こうの姿勢も変わってくるはず、うんうん、まあ、話題にもなりますし、そういうのを一つ一つこれから、うん、まあ、50人をサポートしていくっていうね、はい。お父さん忙しいな。もう今回これはでもちょっと、世話になってる子から、はい、大谷さんぜひお願いしますって言われてたんで、うん、本当は出張販売の予定が入ったんでちょっと難しい子も出てたんですけど、それがなくなったんで、うん、はい、じゃあ行くかと思って行って、うん、まあ、本当はやんなきゃいけないことめっちゃあるんですけど行ってみてよかったなと思います。行ってみてよかったなって、はいはい、なるほど、はいはい、という週末でした。なるほどですね、はいはいはい、じゃあ、まあ、今日の特集に参りましょう。はい、ドン。あ、いいね。おお、ベストなタイミングで出てきましたね、うん、はい、まあローカルも含めてタイムリーなところをね、何個かピックアップしてみたんですけどね、はい、はい、まあ最初なんでコロナからいきましょうかね、はい、まあ、今日はちょっと少なめですけれども、うん、やっぱり医療関係者、全国を見てもですね、かなり逼迫していますね。あるドクターの意見を見たら、今までで一番そのコロナ以外のその病気への対応が圧迫を受けていると、うんうん、だからもう他の病気に手が回らない、うんうん、まあ、具体的にその救急隊だってもうなんか怪我とか
しても繋がらないとか、うんうん、そういうのが今までの中で一番きついと、うんうん、それぐらい逼迫してるって言ってましたね。うん、で今日あのツイッターで新潟大学の医学部から、まあ、そのアカウントから出てるやつでも、うん、もう相当危機感のあるやつが出てて、うん、まあ、その一般ユーザーじゃなくてもう大学の名義で出してるわけですから、はいはい、まあ、かなりオフィシャルな意見としてね、うんうん、あの信憑性というか、うん、まあ、あるかなと思うんですよね、うんうんうん、それはなんかよく聞くのはその優先順位をもうちょっとちゃんとしなきゃいけないっていうのをよく聞くんですけど、うん、はいはいはい、そういうことなんですか？優先順位、まあ、当初からですね、まあ、あのオミクロン以降は軽いから平気だっていう世論が割合あったと思うんですよね、うん、はい、うん、今でもそう信じてる人はいるんじゃないかと思いますけど、はい、うん、あのどうもですね、総合して僕もいろんな意見見てると確かにそのデルタよりは軽いけれども、その感染症としてのね、そのダメージ度でいうとそんな弱くないと、うんうん、デルタと比べるからあの時ほどじゃないっていうのは確かに言えるのかもしれないですけど、あともう一個はあの高齢者よりも子供にきついっていう、そういう特徴が今回は言われているんですね。症状がですか？はい、症状もきついし、何かもう死んでますからね、子供が、はい、で東京もなんか重症者の中の5人ぐらいはもう あれみたいですよ、その子供さんみたいな。で東京の重症基準ってきつくて、うん、もうかなり危ないレベルを重症って呼ぶので、うん、うん、だから重症化率とかよく見ますけど、うん、はい、あれは自治体によって違うんですか？そう違うんですよね。ああ、じゃあその医療の逼迫具合によって、うん、あなたは重症者ですから引き受けます、うん、あなたはまだ大丈夫です、うん、っていうその線引きが違うってことですか？そうですね、違うと思います。あ、国のデータでもそういう意味では比較にならないとかありますね、うんうん、だからもう現場感覚に任せるしかない。ちょっとね、客観データを外野が見てどああやこうや言ったところでね、現場は現場ですから、うんうん、だからなんかあんまり本当の意味であんまり重症化してない人がまだやっぱり入院しててとか、うんうん、でね、まあ、それもよく言われるんですけど、それもなんか総合して、まあ、判断するともはや今はもうそういう人は入れる余地はないらしいです、そもそも、はい、もうまあまあきつい人じゃないと入院してない、うんうん、入院できない。だから喉が痛くて、うん、咳が止まらない、うん、で39度あるぐらいの人はあんまり入ってないっぽいですね、うん、はい、まあ、一応そこはじゃあ選別されてってるわけですね、うんうん、だからもう酸素投与が必要で、はあ、はあはあ言って、うんうん、まあ、本人の気持ちとしたらひょっとしたら俺このまま死ぬのかなっていうぐらいのきつさなんじゃないかと想像はしてます、うん、ね、これいくら言ったってやっぱり医者とね一般の人とはちょっと感覚が違うと思うんで、うんうん、患者さん見たことないのにさ想像しろって言ったってね限界があるじゃないですか、うんうん、そう、まあちょっとね世論も割れちゃうんですけど、まあ、政府はそろそろ、まあ、ずっと言われてたようにね2類5類の話でね、はい、うん、まあ、そこら辺の病院でも見れるようにしようという方向転換をしつつあるみたいですけど、相変わらずまだ検討中みたいですけどね、岸田さんですからね、うん、はい、検討します、はい、まあ、いつかそうなるとしても、はい、あんまりいいことがあるとは僕は個人的には思ってません、うんうん、だから確か見れるようになるけれども、うん、まあ、病気自体が減るわけではないし、うん、まあ、今もそのコロナ見てない病院がその、ね、逆にもうコロナで受け入れないってこぼれてきた患者さん見てたりもするわけだから、うん、もう忙しさはあんま変わらないんですよね、うん、分業してるだけでね、うんうん、そうなるとどこでも見れるって言ったって、まあ、キャパは一緒なわけだし、うんうん、で結局、まあ、お金も、ね、政府の負担がおそらく減って個人負担が増えていく方向になると思うので、まあ、いろんな意味でその個人が判断に迫られるような
展開になりそうな予想はしてます。どういう判断ですか？これ病院行っていいかどうかとか、それもそうですし、まあ、保健所がもうタッチしなくなるとしたらね、で、まあ、入院できません、いやもうあの家で療養で大丈夫ですよって言われても分からんじゃないですか、先生によっても言うこと違うかもしれないしね、まあ、そういう疑心暗鬼が多分めちゃめちゃ増えると思うし、まあ、そういうのも含めてもう自己責任、まあ、極端な話死んじゃってももうしょうがないみたいな、まあね、そのまあ、重症度が高ければ今後ねそういうこともあり得るかなという、まあ、自己責任方向ですね、はい、まあ、マスクしかりワクチンしかりだんだんそういう方向なんかなっていう気がしてますよね、なんか全国的にも 50% を超える病床使用率になってるけど、はいはい、これだけ愛媛出てるけど、一応まだそこには至ってなかったんですよね、そうですね、まあ、そういう意味ではなんですか、これ準備がちゃんとできてたってことなんですか？まあ3年目ですから、まあ、予測できる部分もあるでしょうね、僕はね、医者の、まあ、ちょっと長くなるけど、まあ、医者の病院にいる感覚としては病床率 50% って言われたらもう無理なんじゃねみたいな感覚はありますよ。そうなんですか？それ100じゃなくても、でも数字だけ見たらあの現状分からなければ80だったらあまだ20あるじゃんって思うのが普通ですよね、はい、でも現場の感覚だと50も来たらもうこれもう崩壊が近いなみたいな感覚を覚えますけどね。それマンパワーの面ですか？そうですね、その50っていうのは何を指してるのかっていうのはありますけどね、そのベッドがさらのベッドが何パーセントっていう意味であれば、そのスタッフの問題と、はいはいはい、ね、その機材の問題もあるし、はいはい、でもスタッフが今あの濃厚接触でもどんどんいなくなってるわけでしょ、だってその現場にいたらかかりますよね、それはね。それもね、ですからもう50っていうのはかなりの切迫度を示しているんじゃないかと思いますけどね、その感覚の乖離は多分ありますね、一般ピープルと、乖離がね、はい、あると、はい、感覚の乖離は、はい、僕らにしてみたらだからあとはまだ半分あるっていうイメージは持ってました、まあこれね、今これ音声映像で僕は、まあ、生で喋ってるから、まあ、ちゃんと聞いてもらえればあの分かってもらえるかもしれないんですけど、これをじゃ あのツイッターとかどこぞで書いたところでですね、ただの一意見だし、なんか嘘か本当かもわからないし、ね、もうただ消えちゃいますよね、多勢の意見の中の一つに埋もれちゃうっていう、そう、だからその、まあ、今の情報社会の難しさはありますね、分かりました、引き続き注意していただければ、はい、と言いながら、はい、うん、全然普通の生活してますけど、はい、気持ちは、はいはい、で次インターハイ、はい、これなんとですね宇和島でどうもやってるんですよ ね、 そうですね、知ってます？いや、僕も知ってました、はい、はい、なんか何人かから聞きました。ああそうですか、はい、僕もね卓球業界にいながら全然見に行ってないんですけど、見に行けてないですよね。行ってないです、入れないですよ確か。あ、そうなんですか。応援に入れない、入れないんだ、でもその代わり各テーブルに、その中継用のカメラがあって、あ、はい、インターネットで配信されてるて、まあ、僕は本気出せば入れると思いますけど本気出せばおらお前らみたいな、そういうことですか？そういうことじゃないそういう本気じゃないけど、まあ、あんまり大きい声では言えない話。ああ、そういうことですか、あ、まあ、卓球関係者として入れなくはなさそうだけど、まあね、はいはいはい、審判の格好して入っていくとか、もう犯罪じゃないですか、はい、まあでもね、まあ、全国からもう今後の日本代表になる予備軍必ずいますからね、あんまりね、はい、それもいるし、かつてね、まあ、僕がもう卓球の現場に結構いた時に、もうジュニアで、ね、小学生とかでね大活躍してた子たちが、県外の学校に散って今こう帰ってきてる、そこにいるというね、
でまた終わったらまたその各、はいはい、各県の高校とかも変えるわけでしょ、うん、だから成長した姿をね、はい、まあ、記事とかでは見てたんですけど、はい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 、実際見たかったなと、うん、そうですね、うん、はい、はい、まあ、みんな頑張ってますよ、うん、はい、はい、で、ちょっといきなり重めになりますけど NPT っていうなんか聞いたことありますか？いや、あんまない。核不拡散条約、あ、うん、なんか新聞でさっきちょっと見ました。あ、そうですか。岸田総理、はい、そうですね、はい、なんか今日から始まったのかな、はい、うん、で、まあ、不拡散条約っていうぐらいだからあんまりこう核をね世界に広めないようにという趣旨のところなんですけどね、うん、はい、で、まあ、一応日本も入ってるんで、はいはい、で核を持ってる国も入ってて、うん、まだ持ってない国も入ってる、うん、で持ってる国はもうこれ以上どっかのテロ組織にばらまいたりだとかね、うん、金儲けに使ったりだとかしないようにっていうのもあるし、うん、まあ、核持ってない国日本みたいに、うん、まあ、そういうとこはもう持たないようにしましょうと、うん、いうような取り決めがなされてるんですよね、はい、うん、ただまあね、例えば北朝鮮とかイランとかね、持ってないはずの国がまあ持ちつつあったり、うん、持ってたりね、うん、まあ、崩れてはいる。持ってますよね、だって北朝鮮、まあ、現状はね、はい、もう10発20発持ってると思う。そういう意味でそれがあるから韓国も持ってないですよね。持ってない。だから持ってないんですか、うん、だからその、まあ、INPT もありますし、うん、まあ、アメリカがバックにいますからね、日本と一緒で持つ必要がない、うん、まあ、言わばそういうとこもあります。なるほど、うん、各自抑止力は持ってるけれども、うんうん、直接持ってないと、うん、うん、あとね、もう一個ね、核禁止条約っていうのもあるんですよ。核禁止、禁止、禁酒じゃない。うん、お酒は飲んでもいいんですけど、うん、禁止条約というのもありますけどね、はいはい、使っちゃいけんよ、作っちゃいけんよ。いや、そうそうそう、あ、それとじゃあその NPT は違うってことですか？違うんです。あ、うん、禁止条約は割合近年できた条約なんですけどね。それにじゃあ加盟してる国もそれぞれで違う、うん、それは日本も入ってないし、その核持ってる国も入ってないです。核禁止条約は、禁止条約についてはね、それどこが作ったんですか？どこが、まあ、まあ世界で作ったんでしょう、うん、まあそれはね、日本としてはあのけしからんとね、広島とか被爆地の人は言いますけどもね、なんで加盟しないんだ、あ、なんで加盟しないんだ、うん、批准しないんだということは言いますけどね、はい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 、それはまあ直接的な理由は核のお世話になってる国ですからね、はいはい、アメリカの核はね、あ、だから禁止は、うん、禁止したら自己矛盾に陥りますよね。そういうこと、うん、言えないわけですね、禁止とは。不拡散までは言えるけど、はいはい、あ、ですから、まあ、反核の人らからしたら、まあ、それがけしからんと、はいはいはい、なんで被爆国なのに禁止って言えないんだっていうところなんですよ。あ、うん、まあ、それはまあざっとした構図、うんうん、まあ、アメリカが持ってようが持ってまいが禁止でいいじゃねえかっていうのがその人たちの言い分なんですね、うんうん。まあ、最近の話では大谷さんはだいぶ核に関しては、はい、緩やかになりましたよね。まあ、はい、シェアリングぐらいいいんじゃないか、シェアリングぐらいは、いいんじゃないか、うん、はいはい、だってないと撃たれますからね。ないと撃たれるんですか、うん、やっぱり いじめ構造と、まあ、似ているとすればですよ、はいはい、うん、何も反撃されないと上がったらいくらでもエスカレートできますからね、はいはいはい、うん、いいか、ウクライナ見てもそうじゃないですか、はい、あれモスクワに戦闘機飛んでって爆撃したら反撃できるのにできないからやられ放題でしょ、うんうん、とかね。確かに、うん、まあこの辺のロジックは反核の人には通用しないかもしれませんけど、まあ別にもういいです、そんな。そうですね、確かに、はい、好きに言っとったらいいです。はい、はい、で、まあ、最後、ね、ガーシー問題、政治に見る。ガーシー、ここでガーシー、まあ、当番組ではガーシーをちょっと押してるところ、クローズアップしてるところ、クローズアップしてますからね、はいはい、まあ、よくも悪くもガーシーを取り上げることで、はい、なんか見えるんじゃないかと思ってますんで、はい、まあ、世論操作というテーマでね、うん、ざっと言ったんですけど、実はあのガーシーチャンネルがバンされて、はい、あの YouTube、はいはい、
ですけれども、はい、復活したんですよ。え、うん、復活して昨夜かな、復活してすぐバーンされてましたけど、あのもう消えてるかもしれない、ね、どういうことですか、うん、1回は許されたってことですか、それとも自分でアカウントまたもう1回立ち上げ直したってことですか。うそうですね、今はちょっと見れないのでちょっと詳しく追求できないんですけど、はい、復活といっても今までの動画が復活したってわけではない、そういう感じじゃないとは思いますけど ね、はい、新たにっていうことかもしれないですけど、新たに作ってみたけどまた、あとね、新しいその SNS を始めました、数日前ぐらいからね、はい、新しい SNS SNS 新しい Twitter、 あのインスタみたいなやつ、あオリジナルで、あ横並びにある、うん、だからもう誰のね、あのミキーなんとかの影響を受けない、なんとか谷とか、はい、うん、いろんな人の影響を受けない、ミキと言ってそのとこと谷って別にひっつけろとは言ってないんですけど、影響を受けない、影響を受けないように、ね、はい、オリジナルの、はい、まあちょっと遡ればあのアメリカのね、トランプ大統領が同じような試みをしようとしてましたけどね。あ、そうなんですか。自分がバンされるもんだから自分でツイッター作るみたいなことを言ってますよね。はい、はい、まあそういう方向になるんでしょう、みんなから、社会から。そういうのが存在するんですね。まあ作ろうと思ったらそれは技術的な話でね。作ったんですか、新しく。そうそうそう。うん、あの FC2 っていうサービスの、はいはいはい、多分高橋さん の、 ああの関係を利用して、はい、なんかそういうのを使ってるんだと思うんですけど、サロンって言ってたやつですか、はい、サロンもやろうとしてます、ね、ああサロンではないんですか、うんうん、あはい、まあ、アプリがあるんで、まあ、僕はもうアプリ入れてますけどね、はい、だから見てますよ、ガーシーの今の。マジですか、はい、まあ、最近ちょっとね、与沢翼とかあのコラボしてるんですか。いや、コラボじゃなくて、なんかね、与沢さんになんか無視されてて、なんかちょっと、ちょっとよろしくないみたいな。与沢さんよろしくない。与沢はさらすぞって言ってます。今これもう今ホットな話題です。リアルタイムです。マジか。与沢さん確かドバイにいるんですよね。そうですね。そうですよね。うん、あ、うん、まあまあまあね、ラーシーさんもいろいろあるから、はい、あんまり関わらんでいいものなら関わりたくないかもしれませんけどね。与沢さんが。ね。はいはいはい。まあ、せっかくね、まあ、まあいいところまで来てますよね、うん、光と与沢さんがちょっと無視してるらしいんですよ、うん、あ、コラボするって言っときながらガーシーに連絡来ない、あ、あいつは絶対許さんって言ってますか、うん、じゃあ青汁王子だけはなんか謝罪してきたらしいんですけどねもうその辺の界隈ですよね、うん、はい、すげえな、まあ、影響力あるけどね、まあいろいろある人たちっていう感じですよね、はい、うん、え、そのアプリの名前は公開できないですか、ここ。ね、何だったかな、タートル、トゥートル、トゥートル、おー、うん、ゾウさんのね、これ、まあ、あんまり出したらいかんのかもしれないけど、なんかこれツイッターみたいな、はい、インターフェース。あ、そうなんですか、うん、ね、でもライブ配信もできるんですか。ライブ配信は別でしてるっぽいですね。あ、それはじゃあテキストインスタのアカウントはまだガーシー来てますよね。あ、じゃあ テキストなんですね、うん、そこでそうそうそうあれするのメインは、はい、うん、まあガーシーの説明はそれぐらいなんですけど、はいはいはい、まあ、とにかくね、あの世論操作がひどいなと最近、うん、まあ、そういう経済界のね、うん、大物が動いたり、うん、あるいは政治家が動いたり、うん、政治家のね、宗教団体の話も、うん、よくありますけど、うん、まあ、とにかくなんかこう生のローデータが我々に届かないですね、うんうん、誰かのフィルター越しじゃないと、うんうん、なんかそういうのがもうどんどんきつく見える。ツイッターですら届かないですか。ツイッターとかだってガーシーバンされてますよね。あ、そのガーシーの情報がですね、うん、ガーシーだって何でもバンされちゃうってことですよやりすぎたら叩かれるっていうね、はい、まあ、嫌な世の中やなと思います。まあそうですね、うん、まあ、なんとかでもやりきろうとしてるところがすごいですよね。うそうですね、はい、はい、まあ注目、はい、です。わかりました、はい、ごめんなさい、だいぶ過ぎた、はい、スポーツ特集さらっといきます。はい、はいはい、村上がね、もう怪物になりましたね。見ましたね、3本連続、3本動画見ましたけど37本打ってますから、うん、特に2本目がやばかった。そうなんですか、飛距離ですか。
あの阪神の甲子園って入らないですよ、ライト側のスタンドにはなかなか、うんうん、風が強すぎて、あ、海風が、うん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 、でそこにも放り込みましたしね、うん、2本目は、うん、で3本目なんかプワーンって上げたらもう風に乗ってボーンって入っちゃうんですよ、逆にこっちの、うん、レフト側、レフト方向、うん、まあ、そういうね知識も頭には入ってるでしょうし、それはできる技術もあるし、さよならだったんでしたっけ、さよならじゃない、勝ち越し、勝ち越し表だったと思うんですけどね、確か4対1かなんかで 4点全部村上が、あ、そう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 だったんですよね、うん、2点かな、 4-2 だったかな、はい、うん、まあ、全部村上ですよ、すごい、もう37号ですからね、確かにもう下半身がものすごいしっかりしてるというか、うん、ね、もう上半身 もう僕みたいな上半身してるでしょ僕、あ、確かに本当怪物ですよ、そうですね、いやもう確かに振りを見てると、うん、打ちそうな雰囲気もう、分かります、めちゃくちゃありますよね、もう佇まいはもうやばいですね、うんうんうん、そう分かる、はい、まあそんなところで、はい、ね、王さんの記録とかを抜きそうですね、うん、お、このペースでいくと、ね、このペースでいくと、はい、55本でしたっけ、56か、あ、5か6ですね、バレンティンかなんか抜いたんかな、1回大阪の記録ね、うん、はい、で、次は、ゴルフ、この女の子、はい、知ってますかね、知らなかったんですけど、はい、僕もそんなに知ってるわけではないんですけど、はい、古江さんという、はいはい、すごいですね、そうなんですよ、これいきなり、まあ、僕も子供と同い年で22歳、ほう、2000年生まれですよね、うん、あ、うちの娘も一緒だじゃん、はい、うん、それが、いきなり優勝と、ほう、うん、スコットランドオープンなんで、まあ、来週全英がある、はい、前哨戦じゃないかと思うんですけどね、ほう、うん、いやこれは楽しみができましたよ、これすごい、うんうん、そうですね、なんか こういうところからグイッと出てきますからね、うん、自信つけて、まあ、この世代強いですね、今ね、若い子たちもう名前覚えきれないぐらい、まあ、なんか名前覚えきれないぐらい出てきますね、いますよね、次から次へと、うん、稲見ちゃんとか、うん、勝みなみちゃんとかね、うん、はい、まあ、来週もこれ楽しみができました、はい、優勝賞金は4000万です、お、はい、今回の優勝は今回のだけでね、もうすでに1億ぐらい稼いでるみたいなんですけど、さすがアメリカツアーは違う、うん、ね、羨ましいなはい、次行きましょう、はい、次はね、サッカーですけど、宮市っていう、知ってますか、はい、はい、もともとね、アーセナル、うん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 、まあ本当ね、若い時から将来をね有望されてた、うん、足も速いし、うん、本当素晴らしい、アンリみたいなね、まあ、分かる人いるか分かんないけど、昔のね、リバプールとかな、なんかそっちの方の、うん、まあフランスか、あ、フランスか、うん、あ、フランスとは違いますね、うん、で、もう本当足が長くて日本人離れしててね、こんな選手が日本で代表やってくれたらいいなって10年ぐらい前思ったもんなんですけど、まあとにかく怪我の連続というか、うん、10年間ぐらいリハビリしてて、うん、でこの間の大会ですよ、うん、韓国戦で怪我して、うん、また前十字靭帯膝ですけどね、やっちゃったんですか、うん、めっちゃやっちゃったんですかあれ、いやその瞬間僕見てたんですよ、はい、で、うん、交代になったんで、うん、もしかしてやばいんじゃないかとは言われてたんですけど、本当かわいそうなんですよね、本当に人生1回しかないからね、うん、ちょっとこう活躍させてあげる時間があったらなと思うんですけど、なかなか厳しいことになりました。17年ぶりの、ね、日本代表復帰だったんでしょ、うん、10年リハビリですよ、かわいそう、ね、でもここまで来ましたよね、はい、そう、はい、ね、まあ、頑張ってほしいです。で最後、まあ、朝倉未来、はい、見えますか、はいはい、ちっちゃいんですけど、はい、メイウェザーと試合するんですよ。お、はい、いつですかあれ、これね、9月25日かな、お、うん、はい、まあ、どんな試合なのか僕も分からないけど、朝倉未来は今もう本当すごいですよね、うん、まあ人気とかね、そう、うん、まあ、人気もそうだし、あの何でしたっけ、ブレイキングダウンっていう、はい、なんか1分間1ラウンド方式の喧嘩マッチみたいなやつを、うん、
プロデュースしてますけど、あ、なるほど。そこからどんどん今、うん、あのもう素人の格闘家がどんどん有名になっていってます ね、 なるほどね。面白いのはハンバーガーショップをやってるお兄さんとかが、はいはい、朝倉未来とそのブレイキングダウンのあれで戦って、うん、有名になってハンバーガーショップがめっちゃ売れてるとかでそこに朝倉未来が YouTube で食べに行って、うん、またさらにそこにお客さんがたくさん来るとか、うん、いや結局それってあの YouTube 経由のあれでしょ、うん、そうです、拡散力ですね。そうです、そうです。だから朝倉未来と YouTube っていうのはすごい親和性が良くて、うん、めっちゃ人気出たんですよね。そうですね、うんうん、あのなんかぼったくりバーに潜入するとかめちゃめちゃ再生されてて、やってましたね、うんうん、そうなんですよね、うん、ゴミ捨てたやつに声かけるとか、ね、あ、そうそうそうやってましたよね、うんうん、はい、ね、まあそれは見ちゃいますよ、うん、ちょっと血の気の多い若者だったらね、うんうんうん、いやすごい、はい、まあ大人気ですね、うん、はい、楽しみ、まあ、メイウェザー戦、はい、はい、というわけです。はい、はい、ちょっとさらっと最後行かざるを得なかったんで、ね、テーマがいっぱいありすぎてね、行かざるを得なかったんで、もうちょっと本当は深掘りしたかったですけど、はい、はい、まあ、また時間があれば、了解しました、ありがとうございます、うん、はい、ということで今週は明日、うん、分かってます、明日ゲストさんが来られる、はい、明日ですね、かねてよりちょっと言ってましたけど、東京農業大学からですね、何人か明け浜地区にですねインターンで来ているんです、うんうん、でそのみかん農家とかですね、うん、はい、体験したりっていうので、はい、うん、でその学生さんたちをゲストに招いてみようかと、うん、いうことになってます。まあ、いろんな、なんですか、その、なんで秋山に来てるのかとか。そうですね、まあ、それをね、企画したあの大学生の子がいるんですけども、はい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 、まあ、彼にもちょっと詳しく聞いてみたいなと思いますね。まあ、結果的にその秋山地区でね、若い人が出入りして、うん、まあ、あの活気も出るでしょうしね、うん、ありがたいことだなと思ってますけど。なんで秋山だったのか聞いてみたいですね。そうですね、うん、はい、はい、まあ、明日朝農業、はい、東京農業大学の生徒が何人か来てくれる、はい、スタジオの方に標準語だと思いますよ、はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫です、いつも標準語です、はい、なんとか中華焼きとかなんとかジャンジャンって言います。お願いします、ジャンで、はい、わかりました、はい、僕はって言いますよ。言うてるでしょ、それ普段も、はい、楽しみです、はい、お願いします。はい、あさっては、まあ、ちょっとあの、取材に行かれた、はい、あ、そうそう、僕は取材行った映像内容で、はい、水曜日はお送りしたいと思います、はい、そのどこのっていうのは今言わなくていいですか。あの松山の、はい、児童障害支援かな、はいはい、うん、はい、の施設の施設のポップさんポップさん、はい、というところインタビューを撮ってますので、はいはい、分かりました。それを特集で、そうですね、はい、お伝えしてもらうということで、今週だからゲストは東京農業大学の生徒たちが来るということで、そうですね、はい、で、はい、じゃあまあそんな感じで今日は終わりましょうかね、はい、でも長々とすいません、最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。